シェフが昼時なんですけれども油を売ってますね。ロンドン中心部のレストラン街、昼時にもかかわらず空席が目立つ。いつもなら観光客でいっぱいのロンドン名物2階建てバスはガラガラ。大英博物館も入場者数が最大で 40% 減ったという。We've seen a marked reduction in business due to the Olympic period. オリンピックで盛り上がっているはずのロンドンだが、外国からの観光客が例年のこの時期に比べ半分にまで減ってしまった。原因の一つはホテルが期間中の宿泊料金を上げたことにあった。さらにこんな情けない姿を晒していたこの人にも責任の一端があると言われている。Welcome to London. With a vast number of events taking place, the transport network is very busy. ジョンソン市長だ。ロンドン市は開会前からオリンピック期間中は市内が混雑すると注意喚起。いささかやりすぎともいえるキャンペーンを実施した。ところが大会当初は混雑するどころか、国内から訪れる人までが大幅に減少してしまったのだ。そんな中、激減した観光客を呼び戻そうとお得なプランが出てきている。予約がいつもより2割ほど減っているというこちらの四つ星ホテルでは、この部屋は1850年代に当時の国王が愛人のために作らせたと言われている部屋です。この部屋が大幅な値下げになっています。通常1泊6万円以上するこの部屋は最大で6割引きのおよそ2万5000円で宿泊できる。またロンドンを一望できる大観覧車はクーポンを持参すれば1人分の代金で2人が乗れるという。 August is the best time to be here. This year, now in 2012. You will never find a place more open or more welcoming than London now. オリンピックももう終盤、観光業界は巻き返しに躍起だ。